Freunde, Freunde, ey. 25 Euro für so ein paar DLCs, ich weiß ja nicht. Vielleicht wenn sie im Dingens sind, im Steam Sale oder so. おめえたちとドラゴンボールさえあれば元に戻ることもできる。なんだ、急に暗くなったぞ。これはシェンロンが出るんか。なんでドラゴンボールを集めて持っていたのはブルマさんだろう。まだ事情は知らないはずだ。何のためにシェンロンを。そうか、ベジータは武道会場でたくさんの人たちを殺した。それを生き返らせようとしてるんだ。まずいですよ。今3つの願いを叶えてしまうと今度は1年後にしか。すぐに行って止めてくる。
悟空が推測した通り、ブルマたちはドラゴンボールを使ってベジータが殺した人々を生き返らせようとしていた。すでにその願いは叶えてしまっていたが、悟空が割って入り、残り2つの願いを叶える前に何とか止めることができた。シェンロンは消え、次にドラゴンボールが復活するのは4ヶ月後。何が起きているのか分からず不安なブルマたちを避難させるため、悟空はみんなを神様の神殿に連れて行くのだった。そしてここにドラゴンボールの願いで生き返った者がいた。私は確かダーブラに殺されたはず。生き返ったのか。信じられん。海王神様、一体何が。ほう、よし、生きておられる。Cool, fantastic. He's still alive. 海王神様、海王神様、よかった。間に合ったぞ。キビト、どういうことだ。お前は確かに死んだはずです。しかもバラバラになって。はい、私も一体どうやって生き返ったのか不思議で。そうだキビト、急ぎなさい。ゴハンさんも危ない。絶対に孫ゴハンさんを死なせてはいけません。海王神様と同じく危ないところでしたな。よかった。キビト、ゴハンさんのパワー回復は海王神界についてからにしましょう。まさか人間を海王神界に踏み入れさせるおつもりなのですか。そうですよ。さあ急ぎましょう。死んでしまいますよ。はい。海外。海王神界、つまり私の世界です。海王神様の。本来この海王神界は人間がおろか神や海王ですら来れない聖域なのだぞ。あ、オタクは確か死んだはずじゃ。生き返れるんですか。いや、そうではない。私にもよくわからないが、なぜか生き返ったのだ。なんで僕をここへ。Z ソードを使って魔人ブーを倒してほしいのです。ゴハンさんならきっとあの剣を使えるはずです。ん？ Z ソード。お気は確かですか、海王神様。人間などにあの Z ソードが使えるわけありますまい。この私は愚か、何人もの海王神様でも全くどうにもならなかったあの伝説の剣を。キビトは死んでいたから知らないのです。このゴハンさんの信じられないほどのとてつもない力を。とにかく試しに行ってみましょう。ついてきてください。その服装、この聖域にはふさわしくないな。おお、せっかくの新しい服だけど、キビトさんとペアルックみたいで恥ずかしいな。スピニッシュ、アゾバデン、カイス、カカイ、カカ、ハ、コンシュラカファーガフォーネ。Ist nicht weiter schlimm. Jetzt bin ich also bei den Kaiochins. Das wollte ich gesagt haben. Chillig, Alter. Jetzt kommen wir. Warte mal. Kaiochins, da kommt das. Da.
Alter, der Kampf wird ja noch richtig lange gegen den Oldschooler. Gegen den Oldschooler. Buh. Den alten Oldschooler. Freunde. Überlegen, ob wir noch weitermachen und ob wir jetzt. この剣が Z ソードです。はあ。引き抜いてください。私の知る限り、この剣を抜くことのできた者は誰もいません。引き抜くんですか？なんか昔話でこういうのあったな。この、Z ソードってのを抜くことができたらどうなるんですか？凄まじいパワーを得ると伝えられている。そう、おそらくあの魔人ブウオもしのぐほどの。本当ですか？すっごくよく切れるってことかな。おっかなそう。心配するな、お前には抜けん。キビト、黙って見ていてごらんなさい。さあ、ゴハンさん、やってみてください。はあ、よし。ダメだ、びくともしない。よし、よし、よし。スーパーサイヤ人か。まあ同じことだと思うがな。無理だ。何人もの海王神様が挑戦して抜けなかったものが、なんで人間に抜くことができよう。ほら、やった。なんと。Warum hätte es Schwanz gepasst? Du sei Iwanaki, ich kenne Kotodakara. You Goten to Trunks a Bujidaka. Gohan to Vegeta wa Majin Buu ni korosareta. Chichi Vegeta ga sonna. Boku no koe ga kikoeru kana?地球の諸君、今魔法でお前たちの心に話しかけてるんだ。目をつぶってみてくれ。これから映像を送ってやるからさ。僕はバビディという怖い魔導士だよ。そしてこいつは僕の家来のもっともっと怖い魔人ブー。なんだこりゃ。見えるかお前も。おう、どうなってんだ。実は今日不愉快な目に遭っちゃってさ、ある三人のバカたちを探してるんだよ。こいつとこいつとこいつ、この三人のバカが出てこないとどうなるか。
これからちょっとだけ教えてあげるよ。さあ、始めろ魔人ブー。おい、やろう、やりやがった。もう一度言うよ、この三匹がどこにいるか教えるんだ。でないと5日間後には地球人は全滅しちゃうよ。じゃあ情報待ってるよ。あいつらがベジータとゴハン君を殺したのね。みすみす犠牲者を出すことはない。俺が出ていく。ダメだ。おめえが死んじまったら誰がオラの代わりにトランクスとゴテンにフュージョンを教え込むんだ。殺されたみんなや破壊された地上はドラゴンボールで元に戻れるんだ。気にすんな。なるほど。嘘だ。パパがあんな奴に。そんな暇はねえぞ。悔しかったら新しい技を早く覚えて敵を撃て。分かったな。始めっぞ。ピッコロもよく覚えておいてくれ。よし、フュージョンの修行を始めっぞ。地球人の諸君、たった今なかなかの情報が入ったよ。3匹の中の1匹、トランクスとかいうガキは西の都にあるカプセルコーポレーションとかいう家に住んでいるらしいよ。これから行ってみようかな。そこにいるといいんだけどね。早く出てきた方がいいよ。自分の住んでる町が消えちゃうから。くそ、家にはおじいちゃんとおばあちゃんがいるんだぞ。ソン君、今の聞いた？パパもママも殺されちゃうわ。それに西の都も破壊されちゃう。大丈夫だ、ドラゴンボールで生き返れる。違うの、研究所が吹っ飛ばされちゃったら置いてきたドラゴンレーダーもパーよ。あのレーダー特殊な部品が使ってあるからそこいらじゃできないのよ。つまり二度とシェンロンは呼び出せないってわけ。え、困ったな。よし、トランクス、お急ぎで家に行ってレーダー持ってきてくれ。魔人ブーとバビディはオラが一時食い止めておく。大丈夫おじさん、すぐにやられちゃうんじゃない？まあ少しぐらいはなんとかなるさ。それより急げ、奴ら西の都に着いちまうぞ。急いで奴らのところへ行かねえと。